さあ、では始まりました。もちゃチャンネル。さあ、今回はですね、共通テストのリスニングの公表をしていきたいと思います。どうだったでしょうかね。まあ、リーディングに比べれば、思考調査の問題に近かったと。同じような形式になってたっていう感じですね。まあ、リーディングの方をね、いや、コメントいっぱい見たんですけど、いや、偉人が出るわけないでしょ。偉人が出たり、レシピが出るとか、そんなありえないですよ。内容まで同じものなんてありえないですからね。で、まあ、それぞれの模試とか、参考書が思考調査に近すぎた。うん、その通りだと思いますね。そう、もっとね、冒険してやりたいって言ったとこもあるんだけど、結構なんか反対されて、全然外れちゃうと文句が出るから、っていうんで思考調査に乗っ取ったものにしたって言ってたところがありました。だからまあいろんなチャンネルでも言いましたけど、その模試は所詮模試だから。でリスニングの方はやっぱ変わっちゃうと大変なわけじゃないですか。聞くだけだから、それに対してリーディングは読み返せるので、だから形式変えて難しくすることっていうのはリーディングの方がやりやすいんですよね、作る側からするとね。そうですね、皆さん結構ねリスニングの方が難かった、リスニングの方が難かったって言ってるんですけど、それやっぱリーディングっていうものの方が圧倒的に得意だからだと思いますね。で私自身そのリーディングとリスニングを自分の英語力で比べた場合はリーディングの方が圧倒的に難しいですよ。情報処理がめちゃくちゃ多いんでリーディングの方がむずい。でもやっぱり日本ってリスニングってものを一生懸命勉強するところではないので難しく感じたっていうのはまあ無理ないかなと思います。ではリスニングそれぞれ見ていきますね。 A はまあ優しかったんじゃないですかね。まあリスニングのね講座出してましたけど、ちゃんとあの共通部分を取っ払ったりとかね、そういったものでやっていけばいいかな。問3かな、ややこしかったのは広島千葉が出てくるところじゃなかったでしたっけ。なんかそれややこしかったなって思ったけど、きちんとね現在進行形と未来形があって時間をね考えていないといけないっていうねのだったし、問4もそうですよね。時間ともらう側っていうのをね変えてるやつだよね。まあお決まりの引っ掛けです。で、続いて B、 これも優しかったんですが、まあなんかね文句言ってる人すごい多かったよね。なんで一番帽子を必要としているハゲのやつが帽子をつけてないのが正解なんじゃーっつってね怒ってた人結構いましたけど、まあちゃんとねオーモストっていうのがね分かってりゃ正解選べます。あ、次ですね、こういうパターンね、いわゆるきちんと消去法で解かなきゃいけないやつだよね。あの T シャツの柄選ぶ問題でしたけど、答えは言ってくれないけど答えになるヒントを使って消去法で解くってやつね。まあ、こういうまさに考える力っていうのを問うてるやつですよね。問7はねややこしいやつでしたね、はい。まあ、きちんと誰が何をしてるかっていうのが分かんないとねいけないね。まあ herself 単語としてはポイントになるやつでした。第2問も優しめですね。2回流れるしね。ペットボトルはどれかっていうのも消去法でやっていけば大丈夫でしょう。カップついてるけど取ってみたいなのはないとかね。あ、次ね、なんかちょっと話題になるかなと思ったロボットね選ぶやつ、なんじゃこれみたいなねで動物じゃなくて掃除するって言って、そうこれさ最初綿あめ持ってんのかと思ってさ、で聞いてあーこれホコリ取るやつねって思った。問い10ははっきりと言ってくれないけど these っていうね複数形だとか日よけっていうヒントを使って消去法でやっていくっていうね、まあ、まさに講義した通りのやり方で解けるかな。次の絵はさ、これも講義で言いましたけど位置を表す表現はちゃんと覚えときましょうってやつで、ちょっとね絵が気に入らないですけどね。 3D と2D が一緒になってるみたいなさ感じじゃない、上に上がってくみたいな感じだよね、これ。もう、なんなのこれ、騙し絵みたいなね、思いましたけど、もうちょっとなんか 3D にしようとかはしなかったのかな。車椅子が上に飛んでっちゃうみたいなね。まあ、位置を表す表現自体は簡単でしたね。何でしたっけ ?next to とか across from だったかな、なんかそんな表現が出てたと思いますね。はい、続いて第3問ですね。まあ1回しか読まれないものになるって言ったんでレベル結構上がるかなと思ったらそうでもなかったですね。大したことなかったです。はい、先生がね、4月14日にするの、まあもうこれも簡単、いけないって言ってたし、で次がプラウェイファーストって言って、あ、これもねちゃんと順序言ってくれてるから簡単なんですけど、ただファーストっていう表現が別の引っ掛けのところで出てくるからもう引っ掛けるけど、まんまだな、やらしい問題だなって思ったな。次が、あ、イメール届いてないよってやつね。これも楽だったし、あ、ブラザーのプランね、まあ、これね本当に無駄な情報いっぱい言うから分かりづらかったかもしれないですけど、まあ消去法で切れるかなっていう感じかな。次が男性が不機嫌な理由、これは簡単でしたよね。だいぶ序盤に答え言ったし、次も簡単だったね。女性があの人じゃないみたいに言ってて違うよって言ってですね。ただね、並びがね、嫌い。選択肢の。
思わなかったですか？だってこれ1,2,3,4,1,2って来てたからね。こんなのトイックだとやっちゃいけない並びですからね。こういう風に ABCDAB なんて並びやっちゃいけない。その後も1,2,3,4だったじゃないですか。第4問も1,2,3,4で、こういう並びはですねよろしくないです、非常に。でしかもさ、4つ選ぶので1,2,3,4は良くないよ。普通はばらけさせるんですよ、テストっていうのはね。なんでこんなことしたって思った。で、まあ18は簡単だったけど、その後がドドドドドドッと一気にヒントを言ったでしょ。だからここでわわわわわってなっちゃった人が多かったですね。で、これも多分講義で言ったと思いますけど、数字の言い換えですね。きちんと分かってないといけないってやつですよ。いや、例えばハーフタって言ってたよね、確かね。それのちょうど半分、30のちょうど半分ですみたいなのが言ったりとか、あとはアクアラブオールダボーツかな。それの4分の1ですっていうので 25% を出すとかね。こういうやっぱ数字の言い換えっていうのは知っておくといいですね。でも 30% を喋った後に 15% をわざわざそれを喋るみたいなね。なんで18番から21に行くんだっていうね。ちょっとそれどうなのって思った。ね。で、19はそのだから4分の1っていう表現を使ってて、で、20番に至っては3番目に多いとかなんとかなんかそんな風に言ってたよね。だからなんか言い方いろいろだなって思った。はい、続いて表ね、DVD の値下げに関してね。だからこれがね、トイックと違うんですよ。こういうところが。まあ、数字に関してもそうですね。トイックは計算が出ないし、なんかそうそうそう、コメントにトイックの対策した方がいいですか？良くないですよ。違うから、全然トイック。リーディングに関しては考え方は似てるけど、解き方だったりとか出てくる表現とか全く別物ですから、トイックの対策はしなくていいです。考え方が似てるだけ。で、何がトイックと違うかっていうと、答えをこれだって書いた後に、いや、違うってなるの。出てくるんですよ。どんでん返し。トイックは基本ないんですよ、そういうのね。だからこれもさ、おい変えんなよみたいなね。何年から何年までの何パーセント引きですって、でこうこうこうですって言った後に星がついてるのは違うとかって言い出すわけじゃん。おいみたいなね。なんだよそれ変えんなよみたいな。そうだから条件を変えてくるっていうのがトイックにはないことなんでね。で、B ですね。まあ、これは簡単だったね。条件が出てきて、それに合うものを選ぶっていうので非常に簡単だったけど、いわゆる思考調査に比べて、condition A, B, C という風に変えてきたんで、で、表だけ見ててもダメっていうので、ちょっとめんどくさかったかもしれないですね、そこは。ただ簡単でした。なんか変なね、アクセント弱めましたよね。思考調査だとなんだこの日本語アクセントみたいなのがあったけど、かなり弱めていたと思いますね。で、次が、デンマークですか。まあ、幸福論ってね、よく出るんですけど。27は、そうね、これね、きちんと言い換えられてましたよね、本文の表現ね。そこが分かってないと難しかったかなと思って。で、what と where に関しては、これ順番違ったよね。もしかしたら順番通り出てたかもしれないですけど、自分自身答えの記入したのが28、29、30、31の順番じゃなかったですね。indoors ってはっきり言ってくれました。そこ、例に出てくるものをヒントに答え出したんですけど、自分自身は。この言ってくれた記憶はなかったな。グッズは別の表現で言ってましたね。で、講義の内容と一致するもの、これはそんなに難しくなかったかな。まあ、わざわざ出てきてる表現をやっぱ引っ掛けに使ってましたね。で、次のグラフから言えることっていうのはまあ簡単だったと思いますね。まあ、グラフだけでは一応は解けないようにしてありますけど、まあ簡単だったでしょう。で、次、第6問 A ですね。そのメインポイントですが、まあこれはやっぱ十分時間ありますね。読む時間あるんで。ただ35の方は思考調査と変わってメインポイントじゃなくて、章がしなきゃいけない選択はって書いてあったんで、その辺きちんと聞き取らなきゃいけないですね。で、このね、チョイスとメイクが離れてて、メイクアチョイスに見えてない人が多分出るだろうなって思った。これだ、説問読めてないんじゃないかなってちょっと思いましたね。で、しかも情報がまあ、かなり長く読まれるんで、ジェーンのメインポイントもね、あ、そう、ジェーンと章もね、どっちがどっちかちゃんと掴まないとダメですからね。だからジェーンってちゃんと掴んで、そのジェーンが言いたいことっていうのを分かんないといけないですからね。で、B が、まあ一番文句がいっぱい来てたやつだよね。こんなのわかんねえよ、みたいなね。名乗れよ、誰が誰だかわかんねえよ。学生たち、お互いを知ってるから名乗るわけないわけで。で、それぞれが言うわけじゃないですか、誰が誰。ただ、この問題が一番難しいです。圧倒的に一番むずいと思った。変なアクセントだしさ。なんだその、わざとやってるわけじゃん。英語ネイティブとして喋れる人たちが、わざと変なアクセントで喋ってる。だけど、別にアクセントとかの違いじゃなくて、そう、誰が誰だかわかんないよって言ったら、そこじゃないですよ、難しい理由。英語がそんなあまり聞き取れない人はやっぱ誰が誰だってなっちゃうと思うんだけど、それよりもだって人数さえ答えられればいいから、そこじゃなくて意見変えるやつっていうか、こうこうこうだよねみたいに言ってて、あ、じゃあこの人賛成なのかなと思いきや、え、違ったのお前みたいな。そうなんです。こういう風に変わるっていうか、こうだと思ってたのに違ったっていうですね、トイックに出てこないこのどんでん返し的なものが厄介、トゥイストみたいなね、のが
厄介です。なんだよみたいなね。で、まあ次、ルークが反対してた人だから、37の方は簡単だと思いますけど、問い36が一番難しかったと思います、自分自身も。やっぱリスニング慣れてるんで、これ以外はやっぱ他の英語の試験と比べても簡単です、ぶっちゃけ。まあやっぱティープとかね、やってる人、ティープの方が難しいんで、数字とかにティープとかやってたら強いかなと思いますね。英検の順位値と能力は違うんだけど、今回の問題であれば、まあ、どっこいどっこいかな。っていう感じでしたね。思考調査の方が難しかったよ。思考調査の方が英検11超えんじゃないのって思ったけど、これはそこまでいかないかなっていう感じですね。まあこれはリーディングと違ってきちんと模試とか問題集で対策してた人は結構解きやすかったんじゃないかなっていう印象ですね。まあもちろん聞こえるってことが大前提ですけどね。はい、といった形になりました。はい、ぜひですね。まあ皆さんの意見をね、コメント欄に書いていただければと思います。はい、この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。